あ、皆さんこんばんは、こんにちは、アゴラ編集部の石田正彦です。毎週木曜日、今週のアゴラという番組をやっています。今日もよろしくお願いします。今日はですね、朝日新聞の記事捏造問題、これに関して新聞の将来はどうなるのかなっていうのをちょっと考えてみたいと思います。で、今回の朝日新聞の問題で朝日新聞の購読をやめたっていう人が結構少なくないようなんですけれども、朝日新聞の購読をやめた人がですね、そのまま他の新聞を取り直すかとか、読売とか毎日新聞、産経新聞を取り直すかというと、必ずしもそういう人はあまり多くなくて、新聞の購読自体をやめてしまうという人が少なくないようです。これはまあ今ネット上でまあいろいろニュースが無料で見れますから、何が起きて何が話題になっているのかぐらいは、ネットやスマホなんかのニュースアプリとかニュースサイトを見れば把握できる。必ずしも毎月4000円も出して紙の新聞を取る必要はないんじゃないかというふうに、こういう気持ちでですね、今回の朝日新聞の騒動を きっかけにして新聞自体取るのをやめてしまった人もいるんじゃないかと思います。ただですね、日本には大きな新聞がいくつかあって、読売新聞が発行部数1位なんですけれども、次が朝日新聞、以下は毎日とか産経、日本経済新聞というような、大体5種ぐらいの大きな新聞があると思いますね。中日東京新聞だと思いますが新聞産業自体のですね、収益はここ10年ぐらいでそんなに落ちてないんですね。広告収入がかなり落ちていますが、発行部数、購読料金というのはそんなに激減しているわけではない。しかしながらですね、発行部数はかなり前減しつつあって、例えば今2013年の11月から2014年の4月の、半年間で、読売新聞は50万部少し、朝日新聞6万部ぐらいですね、その部数を落としてるんですね。で、かなりその新聞自体の発行部数が落ち込んでいるんですが、経営基盤というのは各社もいろいろさまざまなんですが、朝日新聞なんかは不動産を持っていたり他の事業なんかもあるので、収益性はそんなに悪くないと言われています。で、一方でですね、その保守的な新聞と言われている産経とか、読売新聞というのは、とりわけ産経系のですね、新聞が、いち早くネット環境に適応して、インターネット上でニュース配信を始めたりして、環境変化に適応して、それがいわゆるネット業と言われているネットの利用者の支持を集めている。で、各紙、大手新聞が発行部数が前減させている中、産経だけはいやいや微増みたいな状況になっているわけですね。で、紙の新聞からデジタルへという大きな流れ、潮流は否定できないんでしょうけれども、こうした日本のですね、保守化みたいな、一種のその揺り戻しみたいな、それが産経のがその元気な理由なんじゃないか。もちろんですね、発行部数そのものでですね、新聞の状況を一言で言うことはできなくて、いわゆる牛紙問題、これはなぜか何かというと、発行部数ではなくて発行倍部数の間にそこにかなり乖離があるんではないか、これは広告収益を維持するために、発行部数を発表し、実際の購読者数、それをあんまりこう公にしない、それから広告収入に影響するからですけれども、それが押し紙問題なんですが、興味ある方は
ググってみてください。でとりあえずその日本の新聞がですね、これだけ数百万という単位で発行しているのに比べ、例えばアメリカなんかではですね、経済誌のウォールストリートジャーナルは、まあ、これが第1位のアメリカで第1位の発行部数を誇っている、新聞なんですけど、これが212万部ですね。で大衆紙と言われている USA Today がですね、これが183万で、ニューヨークタイムズも92万ですね、92万部で、要するにそのウォールストリートジャーナルでも読売新聞の4分の1ぐらいしかない、4分の1ちょっとしかないわけです。で日本で、まあ、第5位の新聞は中日東京新聞なんですけど、ここでも280万部あって、例えばにアメリカの人口1000人あたりですね、183部、これを日本ではですね1000人あたり431部になってますね。4倍ぐらいになってます。4倍というか3倍ぐらいですね。一方ですね、そのアメリカには地方紙という中小の新聞社が非常に多くてですね、2012年には、まあ、1427社もあるんですね、アメリカで。日本ではまあ100社ぐらいですね、全部で合わせると新聞社という新聞という新聞紙ですね。でこれはまあかなりそのアメリカの場合は地方で小さな新聞社が頑張っている、これは影響しているんじゃないか。日本は河川化が進んでですね、まあ、大手新聞とか地方の、地方紙と言われている新聞に集中しているんじゃないかと言われています。まあ、この背景は、まあ、なぜそんな河川状態が進んだのかっていうのはいろいろ言われているんですが、一説によれば関東大震災の時に、まあ、100年ぐらい前ですけれども、東京の新聞社がまあ壊滅的な状況になって、そこにまあ朝日とか読売とかですね、大阪に本拠を持っていた新聞社が乗り込んできて、それまでまあ東京には20紙ぐらいあったのを全てこう駆逐して、大阪資本の新聞社が今の河川状態を基礎を築く、それのきっかけになったんじゃないかとも言われています。ただですね、まあ、今100年後になってこの時代にですね、非常にデジタル化が進み、冒頭で述べたように紙の新聞化、新聞離れみたいなものが進んでいて、特に日本では少子化が進行していますから、これからどんどん新聞を読む人が少なくなっていくんじゃないかと言われてますね。そこでまあ新聞社もまあデジタル化を進めていて、有料版を発行し、そういう有料デジタル有料会員というのを増やそうとしています。でこれにいち早く手をつけたのが日本経済新聞ですね。ここは2013年8月、ちょうど1年ぐらい前の発表によれば、200万人、無料、有料を含めて200万人いるらしいですね、登録者数が。その中で、まあ、有料会員が去年の 1年ぐらいの31万人ですね。で、日本経済新聞の電子版のみの契約だと、4200円なので、これだけで月に12億円入ってくるはずなんです。で、これがまあ、日本の新聞で一番成功している例というふうに言われていますけれども、まあ、この日本経済新聞の社員というのは3000人いてですね、世界各地、支社、支局、あと日本の各地の、記者がですね、もうそれだけの人数を貼り付けているわけなんで、とてもその、30万人以上の有料デジタル会員から月々課金してもらってもですね、彼らを食べさせていくことはちょっと無理なんですね。まあこういうようにですね、日本 の大手新聞というのは数千人規模の社員を抱え、かなりその全国津々浦々にある販売店から毎日のように新聞を宅配し、巨大な紙、膨大な紙を使って印刷を回し、非常にアナログでですね、まあ、ローテクな感じで巨大なインフラを築き上げてですね、日本の新聞産業っていうのを維持してきたわけなんですが、これがまあそんなに激減、収益に激減しているわけでもないし、
経営基盤がそんなに脆弱なわけではないにしてもですね、これから新聞購読者層が前減して少子化が進んでいく日本でですね、今までのようなその大新聞の数百万規模の発行部数を維持していくのはちょっと難しいんじゃないかというのは普通に考えるとよくわかると思うんですけれども、でこれからじゃあ日本の新聞はどうしたらいいのかみたいなこと、まあ、今のこの状況でですね、非常に皆さんよく考え、事業界の人は考えていると思うんですけれども、新聞の機能をじゃあよく考え、もう一度こう考え直してみるとですね、まあ、事実をですねそのまま伝える、何か出来事が起きた時に事件とか事故とかそういったものを読者に伝えるっていう機能があると思うんです。でその一方でですね、自社の方の主張とかですね考えをですねオピニオンとして読者に訴える機能、まあ、要するにまあ批評とかですね、そういう批判とか、そういった機能が、まあ、また一方であると思うんですが、これをですね、まあ、混同するとですね、また今回の朝日新聞のような落とし穴にはまってしまうのではないかと。朝日新聞は要するに自分たちの主張したいオピニオンを補強するために、事実を捏造したり歪曲したり、まあ、そういうようなことをして大きな問題になってしまったわけなんですが、まあ、そもそもですね、ジャーナリズムというかマスメディアにはですね、事実を伝えるという機能がしかなかったわけです。そこにまあその批評とかそういうオピニオン的な要素が加わって、現在のまあ第四の権力なんていうふうにからかわれるような大きなシステムに、影響力を持つシステムになってしまったわけですね。でさっき言ったように日本のまあ大新聞が何千人もの記者をですね世界中に貼り付けてですね、巨大なインフラのシステムの中でその巨大なこう影響力を維持し続けることが、果たしてこのままずっと何十年も可能なのかというとなかなか難しいと思うので、これからはですね多分その各新聞社も独自の視点で自分たち その特色を生かし、そちらのこう得意分野での住み分けとかですね、機能文化みたいなものに修練していくんじゃないかと思うんですね。これは例えば産経新聞が保守寄りとか、右寄りのまあ論説で、かなりその軸足をそちらの方に移しているように、朝日新聞は例えばリベラルとか革新とかそういったものにこう特化していくとか、日本経済新聞はより経済の方にずっと重点を置いていく。でその中にですね、例えばその事実関係をキュレーションしたり、分析したり、アナリクスっていうか提案したりですね、でそういったその専門分野 の知見を読者に提供していくっていうような方向に、進んでいくんじゃないかと思うんですけれども、まあ、そういった時にですね、まあ、我々読者の方はネットメディアみたいなものと の読み比べとかですね、評価の比べたりすることにやっぱりおのずかになっていくと思うんです。でここでですね、その既存の新聞社の人たちがまあ、どういう立ち位置をしてどういう方向性で、自分たちの特色を出し、なるべく多くの読者を引きつけていけるかどうかが問われているんじゃないかと思います。まあアゴダはネットメディアのかなりこう大きな影響力を持つ存在になっているんですけれども、今後はですね、こうしたその自分たちの主張をかなり強くはっきりと読者、まあ、ユーザーとかに訴求していく、訴えていくっていうメディアがそれぞれ生き残っていくんではないかと思います。まあ、今週はそんな話をしてみたんですが、またその今週のアゴラなので、また記事の方からその来週は引っ張ってくると思うんですが、おそらく多分来週は
美術展かなんかのルポになると思うので、その時はよろしくお願いします。ではまた来週。